どうもです、つくもやよ。10月5日、今日の六曜は全部、何事も控えめに、午前は今日で午後が吉、時間は日の音、草つるを示す影抜き、土から芽を出したけんど伸び悩んでる状態を示しとる。十二支はイノシシやね、影の水、木は枝だけとなり草は枯れる状態を示しとる。ほんでこの時間と十二支から音読五行を読むと水晶木、木は水に養われるいうことで創生、物事が順調に進むゆけや。全部で創生ってなんやあやしてる感じするけんどもな、まあまあ控えめにしとったら、まあゆるゆるでもええようにいくいう感じやろかね。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなま